皆さんどうもこんにちは、藤井くんです。はい、ということで皆さん、今回ですね、タイトルでもございます通り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 松坂通り。はい、いつものね、大好評企画、プーンセカンドストリートに行ってらっしゃーということで、セカンドストリート行ってきましたので、そちらでね、購入品をね、随時紹介していきたいと思います。はい、ということで、まあね、買い物動画からね、始まりますので、よかったら行きますね。せーの、マジカルホイ。あかん、寒い。はい、ということで、今ね、セカストにね、向かっているんですけども、なんでまたね、セカスト行こうかな、みたいな。なんで思ったかというと、この間ね、ユニクロの動画出した時にね、チラッと行ったんですよ。ほんで、そこでもね、言ったと思うんですけど、1個買ったんですよ、1個で。プンプン。その時に行った時にね、商品が総入れ替え的な、僕めちゃくちゃ行くんで、商品とか結構ね、なんか、意外とね、売ってるやつとか把握してるんですけど、なんかすげえ変わってたから、なんかすごい楽しかったんですよ。で、その時ね、まあ、ユニクロの帰りやったんでね、あんまり変えてなかったから、あまり回れてなかったんですよね。だからもう一回ね、しっかり回ってね、見ていこうかな、みたいな。ほんでそのユニクロで買った時のやつと一緒に紹介しようかなみたいな。ほなとりあえず、チャリでブンブン向かっていきたいと思います。まあちょっとね、今日はね、何狙うかとかそういうのはね、全然考えてないんですけども、まあええのあったら買っていこうかなと思ってます。最近ちょっとまた金欠で、あんまり服は買えてないんでね、ええ感じのね、安くてええ感じのもんね、見つけれたらなと思ってますって感じでございます。そのユニクロでね、一個買ったやつもね、すごいコスパいやつを買いました。ほんまに結構安めのやつを買ったんで、今回もどれぐらいコスパいやつというか、まあ掘り出しもんですよね。宝物を見つけに行っていきたいと思います。ということで行こう。解放が欲しくてくれてやる。この世の全てをセガストへ置いてきた。探せ。要は大海賊時代。いきなり掘り出し物は取れねえだろうよ。怖いね。はい、ということで念願のね、セガルスセガルスダブ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 暑いでしょ絶対。襟付きの安いラフのね、キルティングジャケットありました。お次はですね、こんな感じでね、ええ感じのね、分厚さのカーハートのまあジャケットみたいなのがありましたね。これめっちゃあったかそうでね、普通になんか刺繍でワンポイントカーハート入っててすごい可愛かったですね。ちょっと買ってないんですけど。でなんとね、新しく見たのがこちらね、タイトブースとブラックアイパーチのコラボのカーゴパンツですね。これめちゃくちゃ人気あってね、すごいまあ人気あったんでちょっと高いんですけどね、見つけました。でなんかね、タイトブースがね、珍しくなんかいっぱいあってね、こちらもあったんですけどね、こちらは普通のなんかナイロンジャケットみたいな感じですね。これも1万2000、3000ぐらいのやつですね。これもびっくり。ほんでお次はですね、こちらなんとエコーですね。エコーのね、ダウン見つけました。びっくりびっくり。これもね、エコーやのに1300円とかめちゃくちゃ安いですね。びっくり。なんかめっちゃ適当にね、ニューバランスの993とかが置いてあったりしてね、びっくりですね。そしてあとこちらなんかね、変なところにありましたノアですの、ロンティね、あまり写してるとちょっと怒られるのでここら辺にしまーす。はい、ということでね、買ってまいりました。ということで、買ってまった苦いというか、結構ね、予想外の結果、予想外の感じのね、ものを買うことになりました。まぁ、ちょっとね、予想外ではあったんですけども、とりあえず紹介していきたいと思います。帰ってね。腹減ったなぁ。めっちゃ時間かかったもん、だって。リアル3時間ぐらい迷っとったもん。めちゃくちゃしんどい。いやぁ、ほんまに、めっちゃ迷いました。迷った挙句、想定外の結果に。想定外の結果に。ということで、とりあえず家に帰っていきたいと思います。ということで、帰ってきました。はい、帰ってきました。はい、帰ってきたということでね、とりあえずね、紹介していきますか。ということで、まあ、とりあえず1個目ね、1個目ですね、この間のユニクロの動画で、まあ、その商品自体はね、買ったもの自体は全然ね、映してないんでね、皆さん知らないと思うんですけど、1個買ったわけなんでね、それをね、紹介していきたいと思います。はい、それでは、我に力を。はい、ということで、こちらでございます。こちらのアウターになりますね。どうですか？結構派手というか、まあ、おつめで、派手めで。皆さん大好き？コロンビアーン！コロンビア！コロンビアなんですけど、コロンビアのこちらどうですか？結構ほんまにおつめですね。めちゃくちゃディティールがすごくて、ちょっと値段はね、めちゃくちゃ安いんですけど、後から言うんですけど、マジでディティールめっちゃいっぱいあって、細かいとこまでいっぱいあるんですよ。まあ、今から全部説明して最後値段いくんで、もうドヒャーしますおつめのアウターで、まあ、丈感とかもね、結構長めな感じで、生地がね、こういう感じで切り替わってて、袖のとこは黒、ピンク、灰色っていう感じのね、生地が切り替わってるやつで、ウテンパーカーっぽい感じですね。まあ配色はこの今言った3色で全部できてて、まあフードもここにね、しっかりしたやつがついてて、フロントはね、こんな感じでボタン、ジップがあって、上からボタンでね、こうやってね、かぶさってるような感じになります。で、なんとですね、ほんでこの首元にもね、これドローコード2つついてて、で、この下にもね、ドローコードついてるって感じですね。で、このドローコードの紐もね、なんかちょっとしましまっぽい感じで、ちょっと
っとねおしゃれな感じの紐で、ほんでまあなんか結構あったかいんですよ。ほんでなんかね、なんか知らんけどこの手のところにもね、こんななんかポケットが2つあります。こっちもこっちもありますね。ここの脇の下からのところのポケット、ポケットっていうかな、ポケットっていうかここ開くんですね。前の部分はポケットで、この脇腹から下の部分はなんか開くようになってますね。でこの袖のところにね、あのマジックテープついててちょっと絞れるようになってますっていう感じでね、めちゃくちゃディティールも凝ってて結構ボツ目のマウンテンパーカーなんですけど、こちらなんとお値段、まずセールね、セールでまず 50% オフだったんですよ。で 50% オフなんで1500円、やばないですか。これ1500円で買ったんですからね、やばいよ。まあ着てみたら分かるんですけど、めちゃくちゃかっこいいし、1500円で買えるような代物じゃないです。なんかすごいセールっていうか、そのなんかその時のセールで 50% オフになってて、ほんで最初の値段が3190円なんで、まあ1500円600円ぐらいですね。めちゃくちゃ良くないですか、やばいですね。ちゃんとね3000円ですけど、これコロンビアですからね、コロンビアで、でメンズの L サイズですね。めっちゃやばいですよこれ。普通に早く着が見せたいんですけど、めっちゃやばいですよ。なんでこんなねちょっとね派手めなマウンテンパーカー買ったかっていうと、なんかね海外のスケーターを僕よく見てるんですけどもね、マウンテンパーカーにねこういうシュプとか、まあキャップとか合わせたり、まあビーニーとかも合わせたりして、下はキャンプっぽい感じというか、そのナイロンとかじゃなくて、アウトドアっぽいナイロンとかじゃなくて、こういうねダボっとしたパンツとかを合わせてスケートしてるね海外の人とかたまにいるんですけど、これがまたかっこよくて、まあ僕もねその全身コロンビアクリーク、パタゴニア、ニューバランス、サロモンとかそういう感じのコーデが別に好きなわけじゃなくて、その全身ちょっとアウトドア系で合わせるっていうのは別に好きじゃないんですけど、アークテリクスとかストリートコーデに1個ぐらい1、2個、まあアウトドアブランドとか混ぜたりするのもすごい好きなんですよ。まあ僕で言うとキャップ前アークテリクス買ったんですけど、このアークテリクスをまあパーカーとかに合わせてポンとねかぶったりとか、そういうのが僕好きなんで、アウトドアのねアイテムとかもねちょっとこういう感じで買ってるわけなんですけども、1500円でこれは買えんぞと、大したもんっすよ。おお、まあ、着てみますね。着替え、プルーゴー。はい、どうすか、結構良くないですか。めっちゃいいっすよね。なんかめっちゃかっこよくないですか。結構かっこよくないですか。まあね配色的にもね僕はすごい好きですし、まあちょっとねこのねピンクのところがねすごい差し色というか、まあ結構派手な色なんでね、まあ結構このねトップス自体で結構完結派というか、他はちょっとシンプルめな感じで合わせる方がいいと思うんですけども、こういうねダボパンにもねすごい合いますし、ね丈感結構長かったんですけど、しっかりドローコードねゴリゴリついてますので、めっちゃ絞ってねこれぐらいの僕の好きなね丈感とかにも持っていきますし、最高でございます。でやっぱねこういうビーニーとかとね、まあこういうダボパン、ちょっとストリートめな感じのねやつに合わせるこのアウトドアブランドも結構僕的にはすごいかっこいいと思いまして、結構好きなんですよ。でね思ったよかねこの首元もね結構高くてですね、こうちょっと顎が隠れる感じでね、ちょっとねかっこいい雰囲気も出ますし、めちゃくちゃいいですよね。ほんでねちょっとフードも買ってみます。フードもね結構なんていうんですかね、まあ結構価格とか高めのアウトドアブランドっぽい感じのね、いい感じの形もしてまして、すごいねマジかっこいいです。普通に結構渋いですよね。これでねストリート回ってたらもうねバチクソなんじゃないかなと思うんですね。ほんまになんか1500円に見えへんというか、セカスト価格って感じやと思うんですけどね。コロンビアとかこんなね安く買えるブランドじゃないし、こんなごっついねマウンテンパーカーでこんな値段なわけないんで、まあ、ちょっとねセカストのなんやろな、ラッキー価格っていう感じやと思うんですけども、はい、クソかっこいいっすね。皆さんもねセカストとかねマウンテンパーカーとかアウトドアブランドのコーナーとか結構ある場合が多いんで、そこでねパパパッと探してみてください。絶対今あるか、うん、こういう感じのね秘宝がね財宝か、欲しけらくれて、めちゃくちゃええのがね眠ってる可能性全然ありますので、全然見てみてください皆さん。セカストでまあアウター1個目はこんな感じでございますね。めっちゃかっこよかったと思います。それでは終了。はい、ということで2つ目ですね、お買い物動画の時にちょっと意外なもんになりましたみたいな感じで言ったんですけど、まあ、確かにちょっと意外というか、どんな結末みたいな感じなんですけど、意外な結末みたいな感じなんですけど、こちらこちらもアウトドアブランド、アークテリクスのショルダーバッグでございますね。はい、めちゃめちゃ服見てて、まあ、結構いろいろあったんですけど、なんかどれもちょっとしっくりこんくって、なんか試着とかしたらねなんかあれちょっとちゃうなみたいな感じのも多かったりとかして、なんかそれやったら一回帰ってまた違う日にまた行こうかなとか思ったやさ、帰ろうと、なんじゃこりゃ
ってなったわけですよ。ほんで値段見たら なんとねこちら5300円、アークテリクスなんでそれは高いんですけど、5300円のショルダーバッグあったらもうめちゃくちゃね欲しくて、もうこれにしようと思って、なんでねあのショルダーバッグにしたかっていうと、僕めちゃくちゃショルダーバッグ欲しかったんですよ。ほんまにかっこいいもあったっすけど、もうなんかめちゃくちゃショルダーバッグ欲しくて、僕あのでっかいバッグしか持ってないんですよ。こういう感じのねでっかいバッグとか持ってなくて、その最近ねあの友達とストリートとかを回ることが多くなったんですけど、その時にもう邪魔で邪魔でね、はい、でっけえやつばっかやってると、もう中に入れとってものブーンパーン、財布とかであのケツペーンみたいな、でかいしお前邪魔やなみたいな感じのが多かったんで、こういう感じのねええ感じのサイズのショルダーバッグ欲しかった矢先のアークテリクスやったんで、これはちょっと買った方がええんちゃうかな、これはちょっとね買わせていただきましたね。まあ、これもねちょっとアウトドアブランドでなんかアウトドアばっかやみたいになっちゃうと思うんですけど、ほんまたまたまです。これだからさっき言ったみたいにワンポイントポンで合わせるとかが好きなので、ちょっとアークテリクスのショルダーバッグ買ってみたって感じですね。はい、そんな感じです。ほんまにだからこういう感じのコーデにねこうやってパッてやってたらめっちゃいいっすよね。ワンポイントって感じですごいかっこいいと思います。でまあディティール紹介すると、肩掛けるところはこういう細めの感じですね。ほんでまあポケットは1、2ですかね。で中にもまあちょっとサイドポケットとかはいろいろあるんですけど、それはまあまた紹介する、まあまたそれはそこ想像にお任せということで、なんかのつけるやつかなんかが今出てきました。でまあここのねところにちょっと近く遠いから分かりづらいかもしれないんですけど、ここにアークテリクスのマークが刺繍で入ってますね。結構シンプルなショルダーバッグなんですけどね、もうなんかマジ財布1個と携帯1個とまあそのワックスとか、スケボーする方であったらまあワックスとこういうやつね、ワックスとかここら辺入れてもう出かけれたら最高みたいな感じですよね。ほんまになんかええ感じサイズじゃない、そう考えたら。それでは着替え、ふぅー、はい、ということでどうでしょう、結構良くないですか。ちょっとね黒パーカーに合わせてもって、ちょっとこの紐とかあんまちょっとわからないと思うんですけど、ちょっと動かしてね、ちょっと見にくいけど見てください。で結構良くないですか。はい、なんかまあ結構ねこのベルトに関してはまあ長めにというか、結構マックスぐらいまでね上げてるんで、これぐらいがマックスなんですけど、伸ばした時のバッグの位置にしろね、ええ感じ、もうほんまにちょうどええ感じ。まあ、やっぱりね機能性とかそこら辺に関してはやっぱりアークテリクスなんで、もうねもう信じても、もう大体信じてもいいですよっていう感じですよね。アークテリクスはもうほんま機能面で言うと最強っていうか、だいぶそこら辺のね面で勝負してるようなねブランドやと僕は思っているのでね、結構まあ安心安全かなとは思います。いやーほんまにねなんか財布とか携帯とかほんまそこら辺だけ入るっていう感じのね、すごい動きやすいバッグになってるかなと思います。そんでねやっぱりこのアークテリクスのこの可愛いね、このアークテリクスのマークがポンと入るだけでもう、まあ、ブランド力と言いますか、まあなんかかっこいいですよね。まあここら辺はまあ自己満なんですけども、まあただのショルダーバッグでいいやっていう人もいると思うんですけど、やっぱりね僕はちょっとアークテリクスみたいな、まあここら辺もちょっと気使ってますよみたいな感じのね感じが出せたらいいなと思ってるんで、僕はねこれ本当に気に入ってます。すごいいい感じ。これでねこうやってバーって滑ってたりとかしたらすごいいい。僕はやっぱりこういう感じのちょっとストリートな感じ、それにちょっとこういうアークテリクスとかをポンってね置いてあげるのが僕は結構好きなんで、ありがとうございます。そういう感じでございます。ということで皆さんありがとうございました。最後まで見ていただきましてとても嬉しかったです。最後に僕のインスタと、僕のブランドスーティーのインスタグラム、どちらもフォローよろしくお願いします。そしてスーディーの方ではこの、ニット帽がもう残り少なくなっていますので、今回とても低価格で出しておりますので、絶対サイクゲットよろしくお願いします。最強にかっこいいニット帽なのでめちゃくちゃおすすめなので絶対買ってください。それではありがとうございました。